はい、じゃあ私が選んだ名シーンはですね、はい、どこ？こちら、はい、イラストないんですけど、はい、いや、バックダンサー、あー、ニコニーのお話ですね、はい、まあね、本当にこの話もすごく好きでね、うん、好きで、うん、素敵だった、本当に。いや、もう小太郎が可愛いのな、今。可愛かった。ね、ニコちゃんにそっくりだったよね。そっくりだった。ね、みんな似てるんだもん。ねえ、ね、そう。で、あの、ニコちゃんちのね、兄弟構成が、うん、うちと一緒なの。うん、あ、そっか、そう。そうだそうだ。そう。お姉ちゃんがいて。そう。私、うん、妹、弟なので、なんかね、すごくね、親近感湧いちゃって。そうね。同じ状況だとそうだよね。そうなの。あと、そらまるがさ、すごい頑張ってたじゃん。頑張ってた。あの時の話数、ね、あのニコニの話数を見ると、自分たちもあの時すごいさ、大変だったじゃん。ダンス練習とかあったりとかして、本当にその時の状況を思い出す。うん、ね、頑張ったなーって思うよね。そうなんだよね。ね、もうまた泣きそう。また泣いちゃう。今日どんだけ泣くのよ。涙腺弱すぎだよ、今日。大丈夫、お水飲んで。お水飲んで。落ち着いてね。はい、はい、ではね、次のトークテーマに行ってみましょうか。はい、はい、次のトークテーマはこちら。ダダン。6話までのアフレコ現場で特に印象に残っていることがあったら教えて。これね、これもいっぱいあるんだよね。そうなんだよね、うん、イラスト付きで描いてみたかな。うん、描いたよ。じゃあ、どっちから行く？あの、なんかすごい映画になっちゃうけど。大丈夫、大丈夫よ。どっちでもいいよ。じゃあ、私から発表するね。はい。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。行くよ。私のは、ダダン。お断りします。やっぱりここでしょ。やっぱりここは、まあ、このみんなが、それぞれのキャラクターじゃないね、メンバーをこう真似してやるっていうのがすごい私的にはアフレコ現場では一番楽しかったんですけど。楽しかったね。楽しかったよね。だってさ、なんせ一回こうお手本をリアルにみんなにやってもらってから、それを聞いてからのモノマネだったじゃん。そうそうそう、なんですよ。ね、アフレコがさ、うん、ほのかは海ちゃんやってるじゃない、実はりんちゃん、あまきちゃんやってるじゃない、そうそうそう、なんだけど、本物が実はあの通りに一回演じて、演じてもらって、それを真似るっていうのをやったんですよね。そうそうそう。すごいリアルに近いものをやろうっていう風になって、出来上がったのが私のりんちゃんのまきちゃんだったの。何それ、意味わかんない。本当ね、りんちゃんの超面白かった。可愛かったよね、みんなそれぞれのさ、練習着さ、全部違うの着てたじゃん。そうそうそう。ね、すごかったよね、あれね。小鳥ちゃんとかさ、だってずっと眉毛こうなってたの。上がってたね。あらちゃん。あら、すっごいハキハキしてたよね。小鳥ちゃんで。可愛かった。もうみんな可愛いよね。そう。ここアフレコの中、あの、アフレコの中でもほんと一番面白かったなって思うところ。ね。本番中も笑いこらえた。笑いこらえた。みんなこうやってよく見た。そう。ブンブンみたいなね。ねえ。はい。私もう一個も面白いこと思い出した。言うよ。あのね、書いていないんだけど、うん、あの、えみつんが、なんか、セリフでさ、すごい叫ばなくちゃいけないセリフがあってさ、うん、なんか、結構大声で、雨や目だったかな、なんかそう、そっち系の、なんか、なんとかがなんとかっていう二言の大声のセリフだった瞬間に、えみつんのなんかスカートがここにこう、なんていうの肩掛け、なんていうんだろう、紐がある。の話ね。紐があるやつで、えみつんがその瞬間に、なんとかかんとかって言った瞬間に、片っぽずつ、なんとかかんとかって肩紐が取れて、あのアフレコの時、本当に笑った、私。そらまるとね、前回その話したの。あ、嘘、嘘だよ。だってさ、あれ衝撃的だってさ、あれ衝撃的すぎて。結構真面目なシーンだったのにさ。真面目なシーンで。ハラリー、ハラリーみたいな。でも、えみつんは真面目にやってるみたいなのが、私すっごい面白くて。あれも笑ったら、振り返って振り返った時ここないんだよ、そう。みたいな、パラみたいな。あれ面白かった。ねえ。そう。しばらくあのジャンパスカード履いてないな。あ、嘘。トラウマ。えみつんは？はい、じゃあ私はですね、印象に、まあ、アフレコ現場というか、はい。こちらもプライベート的な話なんですけど。チロリン？チロリン？え？何？これじゃわかんない。これね、そうですね。うん、ちょっとね、印象的なシーンにこちらも書いたんですよ。え？何何？さらわれた、ほのか、うん、第3話ですね。うん。初めてアライズと、対話するときに。どこだっけみたいな。はい。うん、あ
はね、あの翼役の桜川めぐちゃん、めぐちゅうとかですね、私このラブライブテレビアニメが始まる前から、うん、あの知り合いで、あ、そうなんだ、友達で、そうなんですよ、うんうん、一緒にね、あの、うん、こう声優を目指して頑張ってた時期の、うん、を知ってるので、うん、お互いに、うん、そうなんです、こうライバル役として、うん、初めてね、あのテレビアニメで流れた時に、うん、本当に、ああそういうことか、そうそうそう、うん、お互いにねメールのやり取りをしてね、うんうんうん、こうやって一緒に仕事ができて本当に良かったねって言って、うわー感動、そうやり取りをしたんですよ、って私感動するためにみんなにメールなんかすげえ大丈夫今日そういう回送り過ぎみたいな、うざいよ、大丈夫よ、それぐらいがいいよ、いいファイト感だよそれが、うん、はーいというね、なんかほっこりがありました。なんかさ、そのお話の中でもすごいなんか、うん、翼ちゃんとほのかがすごいいいシーンだったじゃない、やっぱり、うん、話し合いとかしてる感じのところがさ、うんうん、なんかだからより一層そのリアルをこうね盛り上げるというかさ、うん、やったねみたいな、ね、感じだよね、うん、でもなんかあの2期になって、うん、アライズムもね本当になんていうのフィーチャーされて、うん、こう彼女たちのさ魅力もまたすごく見えてきたじゃない、うんね、うん、なんかこの人たちにライバルって認められてるんだみたいなね、うん、やっぱりあのアライズのダンスシーンとかもすごいですよね、すごいかっこよかった、うん、アライズの曲好きね、うん、あのここが可愛かった、あ、可愛かった、あったあったね、可愛いあそこ、そう、可愛いの、だから3話は、うん、3話もすごく好きですね、確かにね、うん、いいお話だった、はい、うん、じゃあ最後のトークテーマはこちらです、はい、オープニング、エンディング、挿入歌などのレコーディング秘話があったら教えて、おー、ありますよ、ありますよ。あるある？ありますよ。どんな、どんな？私、いいですか？うん。ね、これも絵に描いてみましたよ。ババン！鼻声！鼻声なんですけど、わかりやすいでしょ、鼻、うん、鼻声。どうしたのかな？ちょっと私に似せてみた。これはどうしたのかな？うん。だけど、うん、あのね、エンディングを撮るときに、うん、私、えらいね、風邪ひいちゃって、うん、鼻声だったのね、うんうん、そうで、あのりんちゃん会の時にりんちゃんソロがあったじゃない、うんうん、エンディングで、でやっぱりせっかくソロで歌わせてもらうし、うん、うん、なんか納得いかないなと思って、うん、もう一回日を改めて撮らせてもらったの、うん、エンディングを、そう知ってた？そうなんだ、そうそうなんだ、そう、あれなんか納得いかなくて思いっきり鼻声だったから、うん、もう一回お願いしますって言って別日にエンディングを撮らせてもらって、うん、完成したのが今回のエンディングだったの、うん、そうなんだねっていう裏話、へえ、いやでもね、うん、やっぱりエンディングもさすごくいい曲じゃない、そうなの、ね、なんかやっぱりさ私たちもすごく心を込めて歌ってるから、うん、こう100点出せないとさ、そう悔しいんだよね、書かないじゃん、うん、なかなか、しかも一人でこう歌ってるやつをテレビでボーンって放映されるってこと、うんうん、なかなかないからさ、そうだね、そう気合い入れてちょっと頑張っちゃいました、うん、いやでもね、なんかそういう私たちがもっともっとこうしたいです、ああしたいですってさ、うん、あの言った声を聞いてくれるね、ねえ、さんさんもね、いいもの作ろうと、ありがとうございます、うん、本当にありがとうございます、バイトだよはい、はい、じゃあ、私はですね、こちらですね、なになに、ダンシングダンシング、イエーイ、はい、こちらは6話の挿入歌の時なんですけど、うん、あのやっぱダンシングスターズオンミーっていう時あった、うんうんうん、すごくダンスダンサブルというか、ダンサブル、ね、ハロウィンの曲みたいなね、テイストがね、そうなんですよね、うん、だからレコーディング中ね、私すごい踊ってました、これえ、嘘踊ると言ってもあ、なんか、あの、キレッキレに踊るわけじゃなくて、あの、チャチャチャラチャ、ノリノリだったわけね。みたいな感じで。いや、結構キレキレのダンスだよね。これ結構キレキレだよね。結構歌って踊ってるよ、それ。ライブ並みだよ。ね、しょうがなかったの、うん。いい歌だよね、でもね、うん。そうなの。みんなのさ、衣装もすごい、なんだ、うんと、魔女だったり、海賊だったり、お姫様みたいな感じで、デビルとか、分かれたりとかしてて、あの、絵もすごい可愛かったじゃない、ね、よかったよね。そうなんですよね。うん、あの、6話の、あの、朝霞月、みんなで秋葉原のさ、うん、街の中で歌ってるとか。わかるわかるわかる、ね。すごいよね。秋、うん、もう、街を全体的に使うというかさ、うん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 、ミューズはさ。ね。すごいよね。すごいね。力あるよね。いやー、というわけでね、こんな感じで。
レコーディングをしておりますけれども、踊りながらだったりもね。そうなの。これはね、なかなかこういう機会でしか話せないね、話だからね、うん、レアなんじゃないでしょうか。はーい、はい、というわけでトークコーナーは以上になります、うん、もう終わりが、うん、はい、ここで一曲、うん、あれ、え、何で、いただきたいんですよ。わ、うん、かりました。あ、じゃあ行きますよ。はい。さっき、うん、ちょっと私たちがワンフレーズ歌って曲なんですけれども、6月11日にこちらリリースされます第5話挿入歌のラブウィングベルなんですね。こちら CD バージョンの初公開です。どうぞ聴いてください。お願いします。